さあ来た。なんだ。用意。用意。ドン。特殊文字から、特殊文字からやるね。特殊文字から OK いいよ、どうぞ。X に愛と。はい、X に愛と。コーヒーメーカー。コーヒーメーカー。うん、OK。と、なんか、斧。斧、うん、OK。と、なんか T と B がすごい合わさっちゃってるやつ。なんか、あんま売れないデザイナーが作っちゃったみたいな。T とね。ああ、コーヒーメーカーね。違うよ。T と B だよ、T と B。アルファベットの T と小文字の B が混ざってんの。コーヒーメーカーでしょ。コーヒーメーカーはあるよ、上に。待って、もう一回最初から言って。X に I とコーヒーメーカー、コーヒーメーカー、O の T と B が重なってるやつ。あー、なんか実験室にありそうなやつね。わかんない。じゃあ、オノ。コーヒーメーカー。コーヒーメーカー。違うんだけど、ちょっと違うよ。ちょっと待って。何言って、もう一回。T と、だから T と、うん、T と、小文字の B が、ほんと一緒になってんの、一緒に。コーヒーメーカーじゃなくて。コーヒーメーカーじゃなくて、コーヒーメーカーはさ、T、で、え？うん。何言ってんの？どういうこと？全部。いや全部だもん、これ以上ないんだよこいつには。斧でしょ。斧があって。斧があって。コーヒーメーカーはないんでしょ？コーヒーメーカーあるよ。コーヒーメーカーあるよ。コーヒーメーカーがあって、で X があって。X に I があって。うん。4つ目だよ。4つ目が T と B だよ。なんか T、 もういやもう1分だよ。もう T、 もう T と B。オノコーヒーメーカー T と B X。 どう？オノコーヒーメーカーが違うんだよ。だから2個目が2個目が違うんだって。それ以外ねえって。T と B だって。 T と B。 何 T？ T わかる？ T ってわかる？わかるよ。じゃあ小文字の B わかる？小文字の B はわかる？わかるよ、わかるわかる。それがいい、それ一緒になってんだって。え？分かった、じゃあ十字架に、十字架に丸いのがついてるな、じゃあ右下に。もうなんだったの？何してんの？何してんの？いや、いきなりわけわかんないこと言い出すじゃん。なんか T が B だとかさ、なんか B が。視聴者に聞いてみたら、視聴者は多分合わせてるの味方だよ。合わせてるの絶対もうそれ以上にないもん。本当にそれ以上に説明ない。どれ そうそうだ、それがいいかもね。それがいいかも。アステル君が言ってるコーヒーメーカーが右から3番目、上から4番目のやつ。右から3番目。嘘コーヒーメーカー、コーヒーメーカーってもしかして三角みたいなのついてる？三角ついてる。もう俺コーヒーメーカー、待ってその上の待って、あれ俺ね、練習会から今までもしかして奇跡的にミスが起きてなかっただけ。そう。いやだって俺コーヒーメーカーなんて洒落たもん見たこともないよ、どこにも。田舎にはないからね、コーヒーメーカーなんて。これだから田舎はやばいんだよな。まあ、でもこれで1個成長したから、もう次は絶対クリアしよう。もうやるよ。いいよ。まあ、次は行こう。